皆さんこんにちは。今月の身体測定のコーナー、イエーイ。日々成長するゆねここを月に一度身長と体重を測ってその成長を記録していこうという企画です。それではまずは前回の記録を振り返っていきたいと思います。前回はゆねちゃんの身長が 73.7 センチ、体重が 9.7キロ、ココちゃんの身長が 61.9 センチ、体重が7キロでした。それでは1ヶ月でどれくらい大きくなったのか早速計測していきましょう。それではまずはゆねちゃんの身長を測っていきたいと思います。よいしょ、大きくなってるかな。背伸びしないでゆねちゃん、痛い、落ち着いて。はい、測るからピッてして、ピッてして、じゃあピッてして、ここにピッタッチして、タッチ、はい、背中向けて、よいしょピッ、足もちょっと後ろ、あれもう一回タッチして、ゆねちゃんタッチタッチして、そうそうそう、え、上手はい、じゃあピーするよ。いい、いい、いいですか。はい、おいで、はい、おいで、おいで、おいで、はい、ゆねちゃんの身長は75センチです。大きくなったね。はい、じゃあ続いて、続いて体重を測っていきたいと思います。はい、はい、どうぞ。お、 9.9、 ゆねちゃんの体重は 9.9 キロです。ギリギリ10キロいかなかったなかなか10キロの壁いかないね。続いてココちゃんの身長を測っていきます。怖いココちゃんはまだ立てないのでざっくりと測っていきたいと思います。ゆねちゃんなんだ、はい、背伸びしてますけどまた背伸びする。ちっちゃくなっちゃう。ちっちゃくあ、重たい。足が、足が背伸びして背伸びしてこい、ゆねちゃん、ゆねちゃんどいて、あ、ちょっと待って、ここじゃあタッチ、よいしょ、はい、ココちゃんの身長は 64.3 センチです。でかい、とかに好きじゃないあれ、はい、ココちゃんはまだ体重計に乗れないのでパパと一緒に乗りました。パパとココちゃんの合計体重が 85.8 キロ、で今月のパパの身長が 165 センチで体重が 78.4 キロだったので今月のココちゃんの体重は 7.4 キロでした。はい、というわけで今月の身体測定が終わりました。結果はゆねちゃんの身長が75センチで先月から 1.3 センチくらい大きくなっています。そして体重が 9.9 キロで先月より 200g 大きくなっています。そしてココちゃんの身長が、これはちょっとざっくりなので誤差が多分だいぶ大きいと思いますが 64.3 センチで、まあ2センチくらい大きくなってるかなでもまあこれは多分誤差大きすぎるのでちょっと今のところよくわかりません。そして
体重は 7.4kg でだいたい 400g 大きくなっています。口も大きくなりましたね。ゆねちゃんも大きくなったね。2人の差がだいぶ近づいてきたなという印象があります。この企画は毎月やっていきますので、また来月の身体測定も楽しみにしていてください。また大きくなっていることを期待しています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。